あー、想像したくない。私の可愛い種から芽が出てニョキニョキ伸びて、それからいやー育てますよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回あれか、フラワーさん、すべてのフラワーさんから種をもらって、で植えて中から扉が出てきたっていうところで多分終わったんよね。え、前回あれやんね、もうほぼ1ヶ月ぐらい前か。よし、進もう進もう進もう。え、これはフラワーランドっていうところに行くんやっけ。ステージ6、花と雲に包まれて。まあ、なんかフラワーさんに関係ある感じのところよね。違うんか。ほ、入ってきたのは誰じゃな。ほほほほ、ここじゃ、ここじゃよ。あ、木、わしはコボック。木と花と草たちの国、フラワーランドで一番長く生きてるものじゃよ。めっちゃ花飛びよる、かわいい。お主はマリオというのじゃろう。噂は聞いておるよ。星の精たちを救い出そうと頑張っておるのじゃろう。お主が来たということは、星の精の誰かがこのフラワーランドにおるのじゃな。わしも探すのを手伝ってやりたいのは山々なんじゃが、今はそれどころではない。こういうのって大抵さ、なんか、そこの長老さんとか、そういう、こういうなんか、世界を見守ってそうな人は把握しとる感じな気がするんやけど。このフラワーランドは大変なことになっとるんじゃよ。なになに？オズモーンとかいうやつとその手下どもが最近このフラワーランドに来よっての。奴らの作る雲のせいでフラワーランドはいつも曇り空になってしもうた。これでは太陽が空に昇ることもできん。わしらはぐったりしておるんじゃよ。そういえばそのオズモーンが何者かを捕らえているという話を聞いたが、星のせい？わかったぞ。おそらくそれがお主が探している星のせいなのじゃよ。ふんふん。え？お主がオズモンをやっつけてくれるとな。そいつはフラワーランドにとっても願ったり叶ったりじゃが。しかしマリオよ、オズモンは雲の上におるのだ。どうやってそこまで行くかじゃ。そうさの、雲の上まで伸びる豆の木の種でもあればなんとかなるんじゃがの。はて、そういえばどこかに豆の木の種を持っている花がおったような気がするの。何そのなんかジャックと豆の木みたいな。そうじゃな、確か花子という名前じゃった。ここから東に行ったところにおるはずじゃから、行って頼んでみてはどうじゃ。マリオで花子ってちょっと、あ、そっか、あれは花子じゃなくて花ちゃんだな。似たような。他のフラワーさんたちも役に立つ話を知っておるかもしれん。話しかけてみると良いぞ。ふんふん、了解です。とりあえずセーブしとく。なんかめっちゃ埋もれ。これ何？あ、これ花畑ってこと？なんかすごいいいね。かわいい。花子？あの種が好きで集めてるっていう種マニアの花子？それならここからまっすぐ東に行ったところにいるよ。種マニアとかそういう情報は知らんけど。あのって言われても。花子と会いたい花？あの花はちょっと変わってる花。種を集めるだけ集めてちっとも育てない花。種のままが好きなんだ花。種マニアなんだ花。ほう、種が好き。なんだこいつは。こいつも話せるのか。よったいしょ、どこに行くんでやんすか。花子ね、花子はここからまっすぐに西に行けばいるでやんすよ。けけけけ。もっと、これ以上はいくら聞かれても教えられねえな。なんだその含みのある言い方。あれ、西東って言わんかった、さっきまで。気のせいか。フラワーランドは曇りばっかりで嫌になっちゃう。少し前まではこんなんじゃなかったのよ。オズモーンが来てからよ。私たち植物は太陽の光がないとまるでダメなの。でも頭の上の花がしおれるとかそういうのはないんやね。みんな希望を失ってすっかりしおれてるのよ。しおれてないよ君たち。全然咲いてますけど。分厚い雲が空を覆っていて太陽が昇ってこないのです。太陽さえあれば私たちはどんなところでも生きていけるのに、ほんのちょっとの光もないなんて。雲を作るのがいけないなんていうつもりはないんですよ。ただほんのちょっと私たちのための隙間をどうして残してはくれないのかと。
はあ、あの雲が羨ましい。なるほど。よね、東って言ったよね。絶対こいつの方が嘘やと思うんだ。だって嘘っぽいもん、なんか顔が。とりあえず乗ってやるか。え、誰？はあ、腹減ったよ。門番の仕事なんてやってられないよ。オイラ腹ペコなのに。あんた何か美味しいものを持ってたらオイラに食べさせてくれない？気に入るものを食べさせてくれたら、オイラあんたを内緒で通してやってもいいよ。蜂蜜、ハニーシロップ。ハニーシロップ、この辺、好きじゃないかな。どうだい？シャクシャクシャク。まずい。これまずいよ。オイラフラワーランドになっている木の実しか食べないよ。じゃあ最初からそう言えよ。あー、先に言っておけばよかったんだよね。オイラってダメなやつ。暗い気分になるよ。あんたももうどこかへ行っておくれよ。返せよ、蜂蜜を。返せよ、どこに吐き出したんだよ。まったくなんてことしてくれんだ。え、さっきのこいつがいた西っていうのはどこのこと？こっち？またいるよ。今度はピンク？こんにちは。私の赤い色、素敵でしょ。赤なのか。なあに、あなた、ここを通りたいの？ダメよ。ここは私が閉じているの。通りたかったら何か私が気に入るものを食べさせてくれなくちゃ嫌よ。あ、ないです、ないです。あら、何もくれないの？じゃあダメ、通してあげないわ。多分、それぞれの色に適した木の実があったりとかするんやろうな。なるほど。間違えた。そっか、B ダッシュとかないんやっけ。こっちは？これ上上がれるんやね。なに？なんか知らんけどゲットした。上に上がろうとしただけなんやけどな。え、なにこの子、シャボン玉飛ばすんやけど、かわいい。あ、喋れるんや。おっす、オラシャボン草。なんでオラの名前がシャボン草っていうかって？シャボンの実をくれたら教えてあげるんだけどな。みんな実を欲しがるな。痛い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 。え？どういう。え、絶対ここ登れるよね。登れないの。登れるべきやと思うんやけど。絶対上通れるようになっとるやろう。ねえ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 、どうやって行くの？絶対この距離、行けんもんな。絶対あの距離飛べんもんな。どっちにしろ東に行くしかないじゃないか。とりあえず上から順番に行こう。またなんかめくれたよ。もうこれ以上はめくれないの？臭い草。なんだか嫌な匂いのする草。フラワーポイントが5回復する。なんで回復するんだ？あ、こっちなんか足場あるね。ここは通れないの、別に。お。え？あ、うえぇ、上がった。どう？ここから行けるのか。え？え？おお、上がった。え、どういうこと？え、どういうこと？わからない。何？え、敵？敵なの？喋れる子なんだと思ったよ。パンジーさん。かわいい。でも若干あれじゃない？アイスクライマーみたいな。なんか似てない？蜂もいるな。きっとあれも敵なんだろう。このペラペラめくれるの一体どういう意味があるんやろ。特に何もないんか。絶対、何？絶対なんかボス的なものやん。なんならもう戦闘に突入しとるぐらいの音楽よね。え、もしかしてあれが花子とかじゃないよね。
なんか喋れそうやけど。あんた私に話しかけたの？だったら聞いてよ、かわいそうな私の話を。ねえねえ、なんなんこの勇ましい音楽。ちょっと音楽が気になって内容が入ってこないんですけど。太陽が出なくなってから私もみんなもヘナヘナ、ちっとも元気が出ないのよ。太陽がなくっちゃ悲しいことばっかりだわ。穴掘りモグラにチョロプーが私の根っこをかじるのよ。ああ、かわいそうな私。せっかく集めた私の種もこのままじゃチョロプーのご飯よ。ねえあんた、元気に動けるならチョロプーたちをやっつけてくれない？ああ、まあまあまあ。ちなみに私と種をかじるチョロプーっていうのはね、こいつとそんでもってこいつはまあ別にどうでもいいかな。それお花仲間じゃないの？それじゃあよろしくね。私とタネのために頑張って。タネのためにっていうけん、この子がねえ、なんか地面浮くんだけど、ここなんか浮いたよね。え、どういう仕組みは、え、なんか地面浮くのは一体何なんだ。とりあえずモグラ叩き、全然叩けんけど、はっ、あ、これ普通に戦闘に突入するんや。え、これで全員ってこと ?4 匹これで多分この子やっつけれたはず。よし、ラスト1匹まだか。なんか今結構早かったな。イエーイ、おー、レベルアップや。どうしよう。どうしよっかな。あ、でもバッチつけたいんよね。バッチポイントにしよう。よしよしよし。まだ勇ましいマークしよるな。え、てかやっぱり、今ので4体じゃないんや。え、今のかけるあと3回ってこと？めっちゃやん。どんだけやねん。以上やろ。うわ、めっちゃ笑顔になった急に。やったー、ヒューヒュー、どんどんどん、パフパフパフ。チョロプーたちをやっつけたわ。ありがとう、あんた強いのね。お礼に私が2番目に大切にしてる豆の木の種をあげる。やっぱ君が花子か。豆の木の種をもらった。早く植えてくれと言わんばかりにピクピク動いてます。え、気持ち悪い。え、そうよ、私の名前は花子よ。種マニアの花子、よろしくね。あ、自分でそう名乗ってるのね。ところで今あんたにあげたその豆の木の種だけど、それってダメよ。なぜって？種のままの方が自由でしょ。どっかに植えられて芽を出しちゃったら、もうそこから動けなくなっちゃう。そんなのかわいそうじゃない？絶対に豊かな土や美味しい水なんて与えないでよ。ああ、想像したくない。私のかわいい種から芽が出てニョキニョキ伸びて、それから、いやー、育てますよ。え、もちろん育てますよ。おろろん、おろろろん。何、誰？てか、豊かな水、豊かな土と美味しい水って、絶対そっちの方が幸せな気がするんやけどな。これ何？なんか書いてない？気のせいか。なんもなかった。え？井戸の中から？もしかして。井戸だ。え？入れないし、調べられないんだが。去ろうとしたら何かあるか？バイバイ。何もないんですけど。どういうことだよ。まあ、そのまま去っていいのか？絶対なんかあると思うんやけどな。いやー、追いかけてこない。いやー、痛い、刺された。なんか落とした。やったー、ハニーシロップゲット、イエーイ。さっき吐き出されたけんね、今度は大事にしとこう。あ、ここで育てればいいんか。
ここっぽいよね。なんだ、どうすればいいんだ。持ち物、豆の木の種、何もできないんですけど。え、ここじゃないの。絶対そこやろ、豊かな土。見た目の綺麗さに騙されておとなしい花だなんて思っちゃうのはどうかな。そうなよ、パンジーさんがね。フラワーランドにある木には叩くと木の実を落とすやつがあるらしい花。ほうほうほう。叩くと木の実を落とす。ここじゃないね。こっちも違ったよね。こっちか。どの木だ？君は？叩けんか。え、でも叩いたけど何も落としてくれんかったけどな。ちょ、待って。上から行こう、もう一回。そう、ここどうやって行くんだよ。この木は？あ、出た。赤い実。イエーイ。あ、消える。あぶねー。え、これ何個でも出てくる？くそ、2個だけか。赤い実が出てきたよ、赤い実。あ、この子か。こんにちは。私の赤色素敵でしょ。よし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 、赤い実。どうぞ。ガツガツガツ。美味しい！これよ！この色、この味、とっても素敵だわ。こんな素敵なものを食べさせてもらえて嬉しいわ。どんどん通っていいわよ。ありがとう。